カフェテランゴの井原です。甘いちょっとオレンジっぽい蜂蜜を思わせるような甘さがある。ではいただきます。いただきます。こんにちは、カフェテランゴの川上です。カフェテランゴの井原です。嘘です。今日は井原の代わりに小島が来ました。はい、さて、では今月の9月のおすすめセットは何ですか？はい、まずこちらからコスタリカのラ・カンデリージャニュークロップ。久しぶりですね。と、もう一つはカツーラ・フリーボシュと、で、こちらもう一つニカラグアのママミナ、こちらもカツーラのフリーボシュと。国の飲み比べですね。はい、焙煎度は何となりましたっけ？ラ・カンデリージャが2番、以前は3番で販売していましたね。はい、今回は2番で、ママミナは何番でしょうか？こちらは3番と5番。5番は今月限定ですね。早速飲んでみましょうか。はい、じゃあまずはカンデリージャから。いただきます。うん、甘いです。うん、いや久しぶりに飲んだけど美味しいですね。去年と比べてどんな違いがありますか？うん、まあやはり年々クリーンにはなっているような印象を受けますね。まあ、去年は3番で販売していたのですが、今年は2番ということで、今コスタリカはギエサンとサンタロサとあとサンフランシスコなどなどございまして、1番、2番、3番、4番、5番、いろんな商品で選べるようになっています。どうでしょう、フレーバーコメントとかは。はい、ちょっとオレンジっぽい心地よい酸と、あと口にちょっと蜂蜜を思わせるような甘さがあったと思います。ちょっと全体的にお砂糖系の甘さですかね。ちょっとフラワリーでマドレーヌ、アールグレーといったような洋菓子と相性が良さそうな味わいがありますね。じゃあもう一つママミナの、今日は3番です、ね、3番でこれもちょっと飲んでみましょう。はい、入ってた。ちょっと最近暑いんでね。そう、ちょっと喉が渇いて。では、いただきます。いただきます。でも安定感が、ちょっとヘーゼルナッツを思わせるような香ばしさと、ミルクチョコレートを思わせるような柔らかい甘さが特徴だと思います。穏やかな甘さが感じられますね。今ニカラグアは他に何がありましたっけ？ニカラグアはカサブランカナチュラル、あとはリモンシーロパカマラピービー、ロードとウエジャウエジャ、あとかありました。あとはパカマラナチュラル。あ、パカマラナチュラルですね。なんかそこら辺の華やかなものと比べると、だいぶちょっと落ち着いた味わいではあるのですが、まあ、こういった、万人受けする、端正な味わいで、こちらの期待をしっかりと上回ってくれるような、上質なコーヒーって、なかなかないと思いますね。で、結構そのネットショップとかでもこのママミナとあとは何か別のコーヒーとかをね、買って飲み比べる方が多くいらっしゃいます。これも口当たりがクリーミーなので、さっきのカンデリージャが、洋菓子だとすると、こっちはあんこを使った和菓子とかと相性が良さそうですね。はい、今月はもうこのおすすめセットを頼めば
そのママミナとね、もう一つ飲み比べることができるということで、はい、ぜひぜひカンデリージャの2番とママミナの3番もしくは5番皆さんのご注文をお待ちしております。お待ちしております。それではさよなら。さよなら。